パート3、レベル5の迷宮からやっていきましょう。というわけで、今回から出てくるポルスボイスという敵ですね。こいつは大きな耳と可愛らしい顔がね、特徴のモンスターなんですが、その実ヒットポイントが高く、そして攻撃力も高いという、なかなか凶暴なモンスターなんですが、こいつはですね、通行のマイクを使うと、実は一撃で全滅させることができます。まあ、大きな耳がね、特徴だから、音に弱いってことですね。で、こっちに行くと、デグドガには嫌いな音がある。まあ、ここのボスであるデグドガの弱点を教えてくれてます。まあ、ポルスボイスの場合は、通行のマイクでね、あーとか言うと、こんなおっさんの声聞いてらんねえわって言って死ぬんですが、だけど、ここのボスであるデグドガは、通行のマイクじゃなくて、まあ、ここのアイテムである笛が必要になりますね。だけどね、この当時は、その攻略情報とかね、なかったから、むしろ、ポルスボイスに、お、やった。ポルスボイスの方に笛を使ってね聞かねえなっつってやってたんですが、でテストした後、青ですね。よかった、タートナック青ですね。こいつが間違いなくこのゲーム最強なので、攻撃力は高く、防御はこの正面からの攻撃を受け付けないという、ちょっと待った。おっとっと。ただ、こいつの行動を見ていただいたら分かるように、この、半分じゃ、こう、折り曲がらないんですね。マス目に沿って動くので、なので、ちょっと半分ぐらいで回ってから、こんな感じでね、攻撃すると、実は、やりやすかったりします。あ、やばい。当たると思った。で、今回ね、まあ下は今のところ行く必要ないんですが、こう、鍵を使って鍵があるので、こっち行くとですね、爆弾をもっと持ちたいじゃろうっつって、100ルピーがあると、爆弾の最大個数を4つ増やすことができます。で、2つあるので、最大で16個まで。持てるんですが、ちょっとね、お金がね、ちょっと調子に乗ってね、みんなに内緒でよ、早く取りすぎてお金が足りなくなってきたね。無駄にブルーリンクとか買っちゃったからな。やばい、マジだ。ちなみにね、こいつ、おっと、間違えた。こういうね、岩があると実はやりやすくて、ここからこういう風に攻撃すると、一方的に攻撃できるんですが、言ってくれねえかな。言ってくれなかったな。オッケー。で、ここを行くと、笛ですね。で、あとはちょっと戻りましょう。ここはね、復活するからちょっとめんどくさいんですが、爆弾は7個あるからいいか。間違えた。で、ここは敵を全滅させないと上の扉が開かないので、まあ安全に戦うんだったらここで戦うとかね、するとまあダメージは絶対受けないですね。
こう来たら、おい、あ、違えた。おい、しまった。おい、食え。食え食え。俺のおごりだ。ほい。ほい。倒すと、爆弾が出ます。で、まあ、上でも左でもいいんですが、このマップを取っておきましょうか。で、左に行くと、この下がね、一方通行になってますので、ここから下に行ってしまうと、ここの部屋に戻ってこれなくなるので。まあ、鍵を取ったら、右に行きます。で、ここは倒したら、ゴルピーですね。ちょっと金が足りないので、140は絶対必要なんですよね。で、爆弾を2つ増やすんだったら、さらに200必要だから、340は必要ですね。で、ちなみに、さっきのね、マップ取ったのこの左のマップなんですが、こっちから行くとね、鍵は使わなくていいんですが、取れなくなってるんですね、あれ。OK。で、ここは倒す必要が一切ないんですけども、一応テクニックがあって、こういうポルスボイスってかなり強いので、ああいうやつを殺さなくていい方法があって、例えばまあこんな感じで減らすじゃないですか。で、一回戻って、こうやると、敵がね、変わるんですね。まあ、優先順位があって、ここは部屋番号、部屋番号というかまあ、この部屋的には、ポルスボイスがどうやら一番みたいなので、一匹にした状態だとポルスボイスが出てきちゃうんですが、まあそれまではね、ミイラ男で倒せるので、まあ、楽かなと思います。ちなみに通行のマイクが張れば、あーって言って戻って、またあーって言ってってやれば、簡単にね、倒せますね。で、デグドが嫌いな音がある。なると弱体化して、まあ、剣が当たるようになります。で、ここは下に行っても意味ないので、引っ掛けのね、部屋だから。というわけで、ごめん、クリアと。で、笛を、下か左を向いて3回行くとレベル3に行きます。これは下か左を向くと今いるところから、今いるところからっていうか、まあレベルが1ずつ下がるということなので、今1から5までクリアしているので、1回目でレベル5になって、2回目で、レベル4になって、3回目吹いたからレベル3に移動したと。じゃあ、矢かね、あれ、肉かどっちか買わないといけないので、ちょっとレベル1個飛んじゃいますが、肉をね、買いましょう。安いからね。特売日かな？で、まあ、結構ね、こっからが近いので、おっと、1ルピー出てた。1ルピーぐらい。危ない。ここから上に行きます。そうすると、笛を吹くと、ここ竜巻が来ずに、ここの水がね、干上がるというギミックになってます。そしたら、ここはですね、ちょっと、長いところなんですが、おっと危ねえ。ちなみにこいつの、このブーメランなんですが、戻りには当たり判定ありません。なので、まあ、例えば、こういう風にすると、
ね、当たらないというね。まあそんなことができますね。しまった。やばい。あ、ここ爆弾が出るのでちょっと取りたくなかったんですが、まあいいか。まあ、なんで取りたくなかったかというと、ここにねドドンゴが出てくるので、ここで使っちゃうからさ、補充したかったんだ。食わせるのが一番簡単なんだよね、倒し方としては。ここ倒しても5ルピーしか出ないので。で、ここを上に行くと、まあ、先ほども見た爆弾じいさんがいるので、まあ、ここでも100払うと4つ増やすことができます。ということで、ここはね、爆弾も減ってるし、一旦まあ右に行って、でここはスタルフォースがいっぱいいるので、まあ、ここはどうでもいいんですが、このね、あったゴルピ、お前もゴルピを出せ、あ出た。まあ、コンパスがあるので取っておきましょう。で、さっきスルーしたところ、ここね。ここもね、実は、間違えた。倒すと、このね、爆弾を手に入れることができます。舐めてるな。くっ。OK。で、こいつは無視していいので、デグドが、まあ、さっきも出ましたが、そうすると、モルドアームだったかな？こいつが出てくるので、見て。こいつを処理すると鍵が出てきます。なのでここは一旦こいつはもういらないのでスルーして、ここ確か倒すとお金じゃなかったかな、確か5ルピーかなんかだった気がする。いて、 OKOK、 5ルピー出ましたね。でここに行くとブツブツ言うモンスターがいるので、かわいそうなのでお肉をあげるとどっか行く。これのためにね、肉が必要だったんですね。でここにマップがあるので、マップを取ったら上に行きます。そうするとルピー部屋がねあります。でこの右も実は開きますので、開けてから、おー、待て待て。待て待て。浜辺とかだったら、よかったのに。倒すと開きますね。で、下が本当の道なので、右に一旦行くと閉じ込められます。ただ、鍵があるので、これをね、取りに来たと。爆弾の個数が少ないですが、まあいて、まあいいでしょう。右行って目に行くとまたいて、その中からやるんじゃねえ。ちなみにここからね当てることができます。ここも開けます。はい、いてて、でここを全滅させるとここが動くようになるので、そうするとレベル7の宝、赤ろうそくですね、まあ、これは
青ろうそくと違って画面内にね何発でも撃てるので、もう無限に出し放題ですね。ただ赤ろうそくを取った後ぐらいからね、正直ろうそく使わないので序盤しか使わないからあんまりね恩恵受けられないんだよね結局出てくるのが遅すぎるんだよね。あれか、まだレベル3ぐらいで出ればそこまでね、あの青ろうそく買わずに行けばね、まあ、ちょっとはマシだったりするんですが、まあ、いいか、めんどくさいから先に行きましょう。でここモルドアームいてモルドアームが出てきてね、ここも爆弾が出るので、爆弾を取って、ここはデグド側嫌いな音があるので聞かせてやるとボスの時より強いというなんで3体なんだこいつやりよるやりよるオッケー、マスターソード2発なんですがちょっと意外と手こずったぞ。そんなに手こずる相手ではないんですが、でここのドドンコは正直無視した方がいいんですが、間違えた、食べやがった、だったら食べさせる、OK、痛い痛い痛いね、これなんでね正直損なんですが、まあ一応出るよってことですね。で、ここなん、あ、間違えた。ここなんですが、バブルと、この手が出てくるので、このコンボがね、かなりいやらしいんですが、おっと。これダメなんじゃないか？出なくなるでしょう。ねえ。わ、まだいた。これね、捕まれたらアウト でバブルで攻撃を出せなくするというね、二重にいやらしいことしてくるの でさらにこの端っこに行かないとあいつ出てこないというね、なかなかめんどくさいですね。まあ、バブルとのコンビはなかなかいやらしい。でここは倒す必要ないので、まあ、倒したら戻れるんですが痛い、正直どうでもいいのでさっさと。そしたら一面のボスと同じですね、アクオメンタスになります。まあ、マスターソード2発、マスターソードじゃない、マジカルソードだこの時はマジカルソードじゃなかったっけ。で、一回戻ってきちゃうんですが、まあ、さっきのところ、まだ行ってないところはあるので、ちょっと、そこもお見せしましょうか。こっからですね。右に行くと、またね、モルドアーム出てくるので、でここも全滅させると、まあ、なんで行かなかったのかというと、このね、爆弾だから行かなかったんですが、どれかね、まあ、リーダーみたいなのがいて倒すと一撃で全部消えるんですが、でここはもう先にいて先に倒しましょうか。でまあ、少なくとも80ルピーはないとダメだからな。ここは行くとメガネ岩は CA の入り口というヒントをもらえます。まあ、これはレベル9の場所を示しているところなんですが、まあ、そのヒントと。でここはまたデグドがいるので倒すと爆弾ですね。
で、ここは、スタルフォースがいっぱいいて、鍵をね、一匹だけ持っているので、ちょっとお金を稼ぎたいから、全滅させていこうかな。あ、ちょっと。こうやったやった。おぉ、こいつなんか5ルーピーいっぱい持ってんな。ということで、ちょっと戻りましょうか。というわけで、出てきたので、次はね、矢を買いに行って、レベル6のダンジョンに行って、今回はね、終わりにしたいと思います。まあ、レベル6自体は、そんなに、迷宮自体はね、その、なんつうかな、迷路自体はそんなに難しくないんだけど、敵がめちゃくちゃ強いというね、感じになってますね。なので、できれば、体力全開の状態で行きたいところなんですが、まあ、簡単に行くんだったらあのパワーブレスレットを使って近くに飛んでっていうのが一番早いんですが、まあ、こっからだったら歩いて行ってもそんなに煩わしくないので歩いていきましょう。パワーブレスレットのところに行くまでにちょっとね、あの上を使って初期位置に戻ればいいんですが、初期位置にね戻らなきゃいけなくなってしまうので、ヒットポイントが痛い、剣が飛ばなくなっちゃった。ヒットポイントがね3になってしまうので、まあ次の迷宮はねちょっとヒットポイントをある程度保った状態じゃないと間違いなくね激戦になるので、さあライネルがいてこの上、そしたらですねここまず入ったら右、そしたらここのステージから出てくる新しい敵ミズロープというね敵が出てきます。やったね、いきなり。こいつがですねまあかなり強いモンスターになりますの で、 でここですねゴーマの目を狙えというヒントをくれます。まあ、ゴーマは他のシリーズでも確か出てきているので、まあ、知ってる方もね多いとは思うんですが、まあ、僕はちなみにやったのは神々のトライフォーススーパーファミコン版ですね、とあとここ倒さなくてもいいんですが、こうリーダーみたいなのがいてね、ああ引けましたね。敵が一発で全滅するのでちょっと回復したいなと思ってね。でここは全滅させるとコンパスが出ます。神々のトライフォースと時のオカリナはやったんですが、わわ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 、ムジュラの仮面からね全然やってないので、むしろ最近のゼルダはよくわかんないんですよね。ここがね結構強いんだよな。ただ剣が飛べばだいぶ有利。おお貴様、ここねバブルとライクライクとこのウィズローブがいるからかなりきついんだよね。特にこの青がねこの短距離ワープしてくるからあれがうざいんだよね。で体力もこいつらマジカルソードで3発ずついるので、まあタフでタフでいればと言って、うやった、じゃあ全滅させてやる。ここ別に全滅させなくてもよかったんですが、あそっかゴルピーが出るのか。よかった。これ忘れてた。偶然にも、ゴルピーは、出てよかったです。で、唯一、薬を使った相手、グリオークだったっけ？で、まあ、ここは、はしごが使えるので、まあ、正直、はしご使って、こうやれば、ね、無敵に攻撃できるので、
まあ、それでもいいんですが、めんどくさいので全滅させるとマップで、ここがまためんどくさい。やったね。おいおいおい、調子いいんじゃねえか。まさかの、こんなにこのタイマーが出ることってあんまないんだけどね。で、行くとここですね、マジカルロッドですね。このウィズロープが使っているポワンっていうあの魔法の杖なんですが、まあそれと同じものですね。まあ、ちなみにバイブルレベル8だっけ、バイブルがなんかを使うとさらに強力にはなるんですが、まあ若干使いづらくはなったりするんですけどね、実は。これ分解した。OK。ここ上はね、引っ掛けなので。まあちょっと、突っ込んでしまった。おい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 。じゃあこれね、こいつらには効かないんですが、ライクライクには効くので、ライクライクにね、おっつ、まあ、ただ攻撃力はホワイトソードと同じなので、このマジカルソードを持ってるときはマジカルソードでぶん殴るっていうのがいいんですが、実はねこうちょっと普通にやるんじゃなくて、こう、ああ、ちょっと、ちょっとやれないか。いや、こう倒そう。あ、くそ。ここだったらやれるか。あ、やばい。これでないわ。ちょっとチェックした。妖精の住まう泉には秘密がある。これレベル7のね、情報を言っているんですが、レベル7も言ってるので、まあ、いらないですね。やりたかったのは、この、剣みたいに、出始めにもこの、ロッドにね、当たり判定があるので、ロッドに当てた後に、この、魔法部分にも当たり判定があるので、2発、ライクライクとかだったら当てることができるんですね。なので、実質マジカルソードと同じ攻撃力は発揮できるよっていうことをやりたかったんですが、あまりにも失敗しすぎたから、もういいやと思って。全滅させなくても確かいいはず。うん。なので、苦労しましょう。で、こいつね、前は一発じゃなかったから、アイテム落とさなかったんですが、今回は一発なので、アイテム落とす時もある。マジだー。こんな感じね。2発、今の当たりましたね。こんな感じで。オーブラ。オーブラ。びっくりした。で、やると、こっちにね、行きます。いや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 、やばいな。そうすると、ここって、ここはいいんだっけ？まあ、このバブルを触った時にでもね、この、マジカルロッドを撃てるので、ここはいいのか。ここ行って、こいつはこっちじゃないと分裂してしまうので。あら、ここ下どうだったかな。下どうだったかな。行かなくてよかったかな。ここ行かなくてよかったかもしれん。やばい。使いましょうか。
これは間違いなく危ない。この上もあるので、いやこれであれだな、あこれがありましたね。くそ、よかった、行けてよかった。そう、回復使いたくなかったんですけどね。そしたら間違えた。ゴーマの目を狙いですね。また当たらんかった。ね、やると一発。ゴーマ自体は弱かったんですが、しまったね、お金ないのに。というわけで、ちょっとあれかな、お金稼いどこうかな。で、爆弾もちょっと持てるようにして次は始めようかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。